アイコンを作ろうと思った時に、うんうん、持ってきた過去のアイコンが、うんうん、INTP を口説くみたいな、はい、ああ昔やったなと思って、うん、ESFP の男の子が、はい、あの INTP に振られて、うん、もう一度再告白したいみたいな、うんうん、のでどうやって口説けばいいか、うん、みたいなやつとか、うん、INTP に惚れた女の子がどうやって告白したらいいんだろう、うん、みたいな動画を上げたなってそのアイコンを見た時に思い出して、はい、じゃあ今日は INTP だというところで、うん、こちらですね、うん、あなたにぴったりの相手が分かる16の性格、うん、ポール・D・ティガーさんとバーバラ・バロン・ティガーさん。じゃあこの INTP ってこの本ではどうやって紹介されているかなんですけども、はい、INTP、うん、内向直感思考柔軟の人ですね。完全無欠を求める人、うん、独創的に問題を解決する人とあります、はい、INTP 型の性格とは物事を論理的に分析する INTP 型、うん、問題や概念を頭の中でこねくり返すのが好きです、はい、ちょっとこれ悪口入ってます、ね、頭の中でこねくり返すのが好き、はい、うん、鍵が鍵穴にカチッとはまるまでぐるぐると考え続け挑戦としています、うんうん、複雑な問題を好む知性派で自立しており疑い深く聡明ですと。危機に直面しても驚くほど冷静で、うん、克服できないように見える問題にも立ち向かっていきますと、はい、ところが簡単なことにはすぐ飽きてしまい雑事や細かいことには注意を向けないため時に放慢に見えることもありますと、うん、人の感情まで気にかけず打てば響くような人には対応がいいのですがそうではない人には口うるさくガミガミ言いがちですと、うん、人には見えない可能性を見て取り状況の曖昧なつながりをすぐに察し物事の裏の裏まで見通しますと。ところが人間関係には弱く自分自身の感情にも気づきませんと。愛する人にも自分の感情を隠すので本心を伝えることができないと、うん、考え事で頭がいっぱいで人と簡単に打ち解けられずぼんやりしてしまいます。可能性に集中するので重要な現実を見逃しがち、うん、新たな情報を素早く吸収し革新的な解決策を思いつきますが飽きてしまうと物事を最後までやり遂げないこともあります。はい、恋愛したい人って、はい、単純じゃないですか、はい、おそらく。いやなんて言うんだろうもう、うん、なんかガツガツくるじゃないですか。はいはいはい、その辺その点で言うとなんかその、うん、要は罠をかけようにもね、うん、結局は恋に落ちると、うん、見え見えじゃないですか。はい、そういうところは、うん、INTP からすると、うんうん、けっとかって思ってそうですよね。見え見えなところが見え見えなところが、うんうんうん、それはありそうですよね。なんか、うん、もっと私を喜ばせてみろっていうハードルが高そうですよね。まあ喜ばせてみろっていうかなんて言うんだろう、どいつもこいつも一緒なのねなのか、うん、ああ来た来たなのか、またそのパターンね、ああそう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 、うん、そうやって見てそうですよね、うんうん、この辺のハードルを超えないといけないんですかね。もうその辺はあれですよ、性しかないか、はい、でも彼ら彼女らも人を好きにはなりますよね、うん、なりますと思う、なりますよ、おそらくなりますよね、はい、ならないことはないと思うんですよ。なった時にあれこれ考えたりはしそうですけど、これは恋じゃないとか言い出したりしそうですけどなるほどなるほど、うんうん、本当にこれは恋なのかとかなんかいろいろ考えたりしそうですけど、恋とはそうみたいなことは考えそうですけ ど、 どするとは思うんですよ。他のタイプだったらそれを恋と言ってるよみたいなとこじゃないですか。そうですよね、うんうん、なんでこのどうしてもね、うん、なんか不利だなと思うんですよ。はいはいはい、口説きに行こうとすると、ま、特に男はね、そう男はね、うん、行く側じゃないですか役割としてどうしてもそこが求められますもんね、うんうんうん、この山田玲司さんのこの本では女の子も告白しようねって言ってますけどね、はいはい、男はそれを待ってるバカなやつだよって、うん、男は簡単ですよきっと。
INTP の男はどうなんでしょうね。まあでも推しに弱いんじゃないですかね。そんな雰囲気はありそうですよね。おたおたしそうじゃないですか、うん、積極的な女の子 DT 感はい、はい、同じパターンだとは思うが、それで嫌いになるとかは別問題かなと。なるほど、うん、まあ嫌いとかじゃない、なんか冷静になんか一生懸命頑張ってるのを冷静に分析してそうじゃないですか。そうちょっと恥ずかしくなるパターン、はいはい、でパートナーとしての INTP 、うん、INTP はやる気を持って物事を進めますが、最後までやり遂げるのは苦手な上、自分の感情を見せないので人を傷つけてしまうことがあると。頭の中がアイデアでいっぱいで家族やパートナーをないがしろにしがちなので要注意、うん、素早く反応し問題を創造的に解決したいと思っていますが、熟慮に欠けるところも熟慮に欠けるところもあります、うん、自分が個人で行動することをパートナーには尊重してもらいたいと思っている。この INTP が人間関係で重視していることは、互いに責任を果たす、忠義と定説、話を聞いてもらう、うん、ユーモアと知的な刺激、うん、なるほど、うん、で軽視していることは経済的な安定、うん、あそうなんだ、なるほど宗教的信条が同じなこと、うん、スピリチュアルな絆、子育ての方針が似ている、うん、っていうのは特に気にしていない、うん、まあ、スピリチュアル系とかって思ってそうですよね、うん、思ってそうですよ、科学的になんとかしてみろみたいな、うんうん、でしゃおたおたするとみたいな、まあ、そこまでな感じはしますけどね。あ、そういうことはしない、しなさそう。なるほど、うん、すいません、ちょっとこれ僕が出ちゃいます、うん、なんか内向なのであんまりそういうことはしなさそうじゃないですか。なるほど、すいません、どうしてもこのマウント取りたがりが出てしまいます人の意見に耳を傾け、あ、要注意としてはね、うん、人の意見に耳を傾け、もっと人の気持ちに敏感になろうと、うん、物事は最後までやり遂げ周囲の人に感謝の気持ちを伝えよう、うん、とありますね、うん、このももりさんがね、 INTP は押されてくれるんでしょうか、うん、いや押させない、うんと、まあ男は押されてくれそうですけどね。あ、まあ相手にもよるかもしれないですけど、はいはい、こんなね INTP さん、はい、対比として、うん、ちょっと僕を出しますね。 ESFP、はい、どうも僕です、はい、と INTP の相性、 ESFP と INTP は気楽でのんびりした関係を築くと、うん、2人とも好奇心旺盛で一緒に冒険を楽しむこともある。どちらも主導権を握ろうとはせず、柔軟性のある関係を持ち、用事があっても楽しいことがあればそちらを優先するし、複数のことを同時に進行させると、うん、自宅が散らかっていても全く気にしませんと。 ESFP 型は INTP の創造性、起点の利くところ、知性、独創性などに惹かれる。 INTP はESFP の温かさ、愛嬌があって社交的なところ、一緒にいて楽しく、あれこれ口を出さずに一緒にいると元気づけてくれるところにも惹かれると、うん、また ESFP はもっと日常生活のささやかな喜びに目を向け、人の気持ちに敏感になるように INTP に助言をすると、うん、一方 INTP は問題が起こった時に解決すべく力を貸し、あまり人の意見に流されず自説を曲げないよう ESFP に助言をする、うん、で、まあ、これいい関係の時ですね、うん、で相手に不満を覚えるのは、 ESFP は集団でいるのを好むが、うん、INTP は一人で考え事をしたり作業に没頭したりするのを好むと、うん、また ESFP は浅く広く関心を持ち人にも興味はあるが、うん、INTP は狭く深い関心、うん、興味がないことには関わりたくない。また姿勢として ISFP は対立を嫌う、うん、思ったことも相手にははっきり言わない、うんうん、が INTP は批判的なことも平気に口にするので、うん、ESFP が傷つく、うん、で双方とも家事が苦手なので、うん、
どっちかが負担を負うと喧嘩になると、うんうん、なので INTP の人と有効な関係を築くには INTP のゆっくり過ごす時間を楽しんでもらう、社交を無理強いしない、うん、早く返事をくれってせかさない、うん、で気持ちはこういう気持ちだよっていうのは、うん、こういう気持ちがあるっていうことを、うん、INTP さんに伝える、うんうん、これが気持ちだよって、うん、そういうこと言われると傷つくんだよ、うんうん、なんか剣みたいなことは思わないけど、はい、あ、それ間違ってるからみたいなことは言うんですよなるほど、うん、そんなことやったらダメだよみたいな、間違ってるってなんだよが来ますからねあ、だから多分そういうとこですよ、そうやってこう傷ついたりするとか、俺は言わないよって言いますよね。何がですか？そういうことは言わないよって、うん、だから多分そんな悪気はないんですよ、間違ってるのも間違ってるって言っただけですよみたいな間違ってるって何？いや、それは君人として間違ってないか人として倫理的に例えばみたいな話じゃないですかなるほどね、はい、あのね、口喧嘩で勝てる気がしないんですよ、はい、それをだって具体的に説明せよって言われますからね、もう胸に手を当てて考えてみろって言って、はい、外に出るしかないですねこっちは、はい、でね、こいつが厄介なの、 INTP が厄介なのはね、はい、うん、多分あの LINE 先に打ってくれないでしょう、まあそれは分かんないですけど、ごめんねとか先に言ってくれないでしょう分かんないですけどね、ああやっぱり胸に手を当てて考えてみたら、胸に手を当てなくても、あ、でもこれはって合理的に考える可能性はありますもん、謝っといた方がいいな、得策だなみたいな、あ、でもしないかな、絶対ね、しないんですよ、うん、もうなんか僕が先にって折って、うん、俺も言い過ぎたかもしれん、うんうん、っていうところから、うん、このちょっと堀を埋めようとするかな、うんうん、で向上心や野心のある INTP に協力しよう、うん、っていうのが書いてありますね、はい、